はい、それでは始めます。皆さんこんにちは。宅建の合格基準点予想会ということですね。早速始めたいと思います。担当レック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。今日はどうも結構人数をお預かりお預まあ、いただきましてありがとうございます。初めてのイベントなのでそんなには集まらないだろうと思ったんですけども、結構お越しいただきましてありがとうございます。全国会場でテレビ同時中継ご覧いただいている方もどうも、本日はありがとうございます。早速いきたいと思います。合格基準点の予想会ということなんですけれども、このレジュメありますよね。このレジュメのちょっと厚めのレジュメありますよね。で、後ろの方なんですけどね、ページ数でいきますと49ページですかね。ちょっと画面にも出してみますけど、49ページのところの、一番下のとこですよね。これは平均点か。どっか入れといたと思うんですよね。35点プラスマイナス1点という数字が入っていると思います。これか、31ページ、ごめんなさい。31ページの一番下のところで、31ページに回答一覧がありますよね。で、そこのところで合格推定点は、これ、当日の回答速報会でもうお知らせしてある内容なんですね。で、35点プラスマイナス1点という、当日の速報会でお話しした合格点を今のところ変える気配はありませんので、結論から言ってしまえば、これがレックで出している合格基準点であると考えてください。これに特に変更ありません。で、じゃあどうしてこうなるのかって話はね、ちょっと客観的なデータをもとに話をしてますんで、これレックの講師のなんて主観っていうのかな、なんか今年は簡単そうだからこの点じゃないかとかね、そういうなんかレックの講師の主観が入っちゃうとおかしくなっちゃうんですよ。だから我々の主観一切入ってません。もうただデータをもとに考えるとこうなりますっていう感じで、一応根拠がありますんで、後で少しお話ししますね。よろしいでしょうか。で、公表のところをちょっとご覧いただきたいんですが、レジュメの1ページ、ちょっとご覧ください。今年の試験の、公表を書いておいたんですけれども、ね、出題内容、特内訳特に変化はありませんでしたね。配点とかね、権利関係14問とか、法令上の制限とか税とか、そういったものの、点数配分っていうのかな、それは特に問題の数は変わってないですね。で、ちょっと変わったかなと思うのが、個数問題が、9問から6問に、少し少なくなってるんですよね。ですから、個数問題がやや減少というところが、特徴といえば特徴ですからね。この部分は特徴だと思います。それから難易度なんですけども、一昨年に比べ比較的優しくなりましたっていうのは、これは皆さんが多分感じてらっしゃることなんじゃないかと思いますけども、割と点取りやすい問題が多かった気がするんですよね。ですから、おそらく合格点は少し上がってくるだろうというふうに考えていいと思います。ですね。で、権利関次の行なんですけども、権利関係の条文問題や判決文問題が出題されたものの、比較的問題文も短く、で、読みやすく、時間が足りないということもなかったように思われますと。そうですね。で、ただし、難しい問題と優しい問題の、両極端でしたね。非常にそれが、はっきり分かれていると思います。ですね。で、合格点付近に多くの、受験者がいると思われますんで、ケアレスミスが大きく響くだろうってことですね。これ、難しい問題と優しい問題が両極端っていうのは、ちょっとこのレジュメのね、一番後ろの方に正解率の表があるんですけども、51ページご覧いただけます？ページ行ったり来たりで申し訳ないんですけど、51ページをご覧いただきますとね、
この右側の一番右のグラフ見てみてください。一番上なんて正解率 26.3% ですよね。こういう正解率が低い問題のほかに 80% を超えている問題とかですね、極端だと思いません？27.6 なんてのがあったと思えば86なんてあったとかですね、この中間の50% とか 60% の問題の数がすごく減ってまして、まあ、極端なんですよね。こういう問題になってきてます。で、まあ、これが何を意味するのかってことなんですけどね、まあ、ちょっとこの、正解率が割と低いんじゃないかっていう問題をね、ちょっとピックアップしてみますと、まず問いの1番、民法総合の問いの1番 26.3% だから、まあ、低いっちゃ低いですよね。それから、これ問いのいくつになるんだろう、問いの4番かな、この抵当権の問いの4番ですね、抵当権の問いの4番が 33.2% で、まあ、低いっちゃ低いですよね。それから少し下がりまして、これ 45.7% っていう、これ不動産登記法の問題があります。問いの14番ですね、これもまあ低いですね。それから一つ飛ばして 27.6 があります。これが都市計画法総合問いの16番ですね。はい、それから 31.2 っていうのがありますね。これが問いの25番の鑑定評価基準になりますですね。それからしばらく下がりまして、宅建業法に入りましてですね、宅建業法でまず 40%、 それから 47.3%、 44.8 ですか、ちょっとこれ低めですよね。問いの36番の重要事項、37番の、免許の効力で、38番の宅建物取引士、これみんな個数問題だから、点数が下がるのはまあそれはしょうがないだろうって気はするんですけどね。で、あと免除科目1個あります。42.5 ってのがありまして、これ住宅金融支援機構法ですね。で、まあ、正答率 50% 割ってきて、だいぶ点が取りにくかったかなと思う問題が、まあ、今マーキングしたんですけどね。これ数数えてみますと、1234567891、もう一個あったかな、 33.2 45.7、24を抜かしてますね。なんか10問あった気がするんですよ。これか、これがそっか、これはだから問いの19番ですかね。建築基準法総合が 24.6 か、ね、でマーキングしたやつが全部で 10個あるんですね。 1234567891 ですね、まあ、数えてみて10個あったので、でこのマーキングした10個のほかは、全て、まあ、合格率が結構高めじゃないかっていう気がするんですよ。そうすると、まあ合格率が高い問題っていうのはどういう問題かと言いますと、過去問の焼き直しなんですよね。過去問焼き直してきますと、やっぱ正答率上がりますん で、ここまで正答率が高い問題は、割と過去問の焼き直しが多いと思います。ということは、まあ、過去問をね、まあ、仮に、しっかりと勉強してきた方は、まあ、40点ぐらい、ね、10問が難しい問題なので、取りやすい問題が40問ありますから、まあ、40点ぐらい取りやすいんじゃないかというふうに一般論としては考えられると思います。で、まあ、傾向としましては、比較的解きやすい問題が、まあ、増えてきまして、で、解きやすい問題というのは過去問の焼け直しなので、まあ、過去問をしっかりと固めておいた方は、割と点が取れてるんじゃないかという気はしますですね。まあ、一般論ですけどね。でですね、すごく感じたことなんですけど、まあ、この問題を見てみて感じたことなんですけどね、まあ、これ別に写してもらったりとかする必要は全くないんですけども、まあ、2014年の問題があって、で、まあ、2015年の問題があって、で2016年、これ今年の問題ですよね。まあ、この3年間の問題をちょっと振り返ってみて考えたんですけどね、2014年の問題がこれが合格点32点で、で去年が
31点ですね。でここからここのインパクトが大きかったっていうのは、皆さんは知らないのかもしれませんけども、去年とか一昨年の問題を知ってる人はこのインパクトがすごく大きかったですよ。で何が言いたいかって言いますと、僕らが問題を見て、2014年から2015年へのこの差がね、難しいなって思ったんですよ。これ点取りにくいなってすごく思ったんですよ。で特に権利関係ですよね。権利関係の問題すごく取りにくくなってきました。で取りにくい問題っていうのは要するに過去問を一生懸命勉強したからといって必ずしも取れるわけじゃないっていうことですよね。そういう問題がすごく増えたわけですよ。でね、僕の感覚、僕の個人的な感覚ではこれは大変なことが起こったと、これ相当下がると思ったんですよ。合格点がね、これ相当下がるよと思ったんですよ。下手したら3点とか下がるんじゃないかね、合格点28点とかあり得るんじゃないかっていう感じを、まあいかにコースの感覚がなんか信用ならないっていうか頼れないかってことですよね。蓋を開けてみたらあんま変わってないんですよ、正答率が。でデータを見てみてもそんなには下がってないんですよ。1点ぐらいなんですよ。だからレックは31点というふうに合格点を合格ラインを出したわけですよね。そうしたら案の定31点が合格点だったわけですね。あれだけ難しくなったのに1点しか下がらないのはなんでなんだろうっていうふうに、まあ、いろいろと考えたわけですね。まあ、一番の原因はコースの感覚は当てにならないってことですよ。それはもう間違いないです。だから僕らの感覚はあんまり気にしないでくださいね。難しい難しいとは言ってもですね、まあ、できる人はできるじゃないかっていうことがまず1点。それからもう1点ちょっと思ったのはですね、問題が難しくなりすぎると一生懸命勉強した人もできないんですよね。当たり前ですよね。過去問とは全く離れた難しい問題出しちゃいますと一生懸命勉強してきた人もできないわけですよ。だけども一生懸命勉強しなかった人もできないんだよね。つまり差がつかないんですね。で何が勝負を決めるかというと、まあ言葉は悪いけども運、当てずっぽが当たりましたっていうのが増えていきます。そういう問題出しちゃいますよね。でまあこういうことはあまり言うのがいいかどうかわからないんですけども、まあ僕に試験が終わってからね、でメールをくださる方、まあ、結構いらっしゃるんですけども、でその方も僕が知ってる人もいるわけですよね。通信の受講生の人は僕は受講生さん知らないんですけども、ライブのね受講生さんだったら、その方がどんな方か分かるわけだね。とこの方がちょっとギリギリで厳しいなって思ってた人がですね、権利関係で先生11点取れましたとかですね、ありえないんですよ、あの問題で11点なんて。それはうんとできる人は別ですよ、僕知ってるからね。でこの人は権利関係苦手だから、だから業法とか制限でちゃんと点を取ってくれっていう指導をした人が権利関係が10点とか11点とかですねあるわけですよ。で随分すごいじゃないですかって言ったらね、なんかたまたま当たっちゃったんですよねっていうこと、まさしくその通りと思うんですよ。そういうなんか運が左右するっていう、まあ、非常に僕はその時ね良くないなと思ったんですよね。僕は通信の受講通信の僕の DVD とか、通信講座受講されてる方は知ってると思うんですけども、良くないですってに言ってるんですよね。努力が報われない試験良くないですよっていうふうに、結構批判したりしたんですね。でそれがですね今年はガラッと変わりまして、このね、今年の感覚は、まあ、まだその合格点が出てないから分かんないですよ。ですけど問題自体は過去問の焼き直しが大部分で、まあ、ちゃんとやってる人はまあまあ取れるはずなので、まあ、割とその努力は報われるタイプの問題が、まあ、ちょうど一昔前に戻った感じですね。宅建試験の10年ぐらい前こんな感じだったんですよ。でこういう問題を出してくれるということは、まあ、割と、努力が報われやすくていいんじゃないかなっていう気はしましたですね。でそれも僕の個人的な感覚だから当てになりません、ね、だけども蓋を開けてみれば結局大して変わってなかったじゃないかそういうこともあるかもしれないですよ ね。でその客観的なデータで分析したのが大体35点ぐらいじゃないかという感じなんですよ、レックの分析ではね。ですからまあそれでそんなには狂わないと思います。ちょっと後でまたこれ話しますね。
僕がですね、まあ、試験会場でね、その問題を解いた感覚、そうだ、知らないかもしれないんですけども、僕らも試験受けるんですよ。試験受けに行くんですよ。まあ、どうでもいい話なんですけどもね、僕らが試験に受けに行くことって別に悪くないと思うんですけども、なんか恥ずかしいんですよね。まあ、僕なんて別に僕のことを知ってる人なんてめったにいないと思いますから、ああとか言われてね、見つかっちゃうとかいうこと別に特にないと思いますから、別に何もこそこそする必要ないんだけど、なんかこうやって下向いてですね、なんかそーっと入ってくるんだね、教室に。で、試験会場に入って受付の人とかいると、なんか受付の人になんか見られると、なんかああとか言われて嫌だから、なんか下向いたりとかするわけですね。なんか、なんか恥ずかしい感覚がしまして、まあ、なんで恥ずかしいかよく分かんないんだけども、多分ですね、受講生さんが僕のことをたまたま発見して、あいつ偉そうなこと言ってて、宅建試験資格まだ持ってなかったのかとかですね、そういうふうに言われたら嫌だなっていうのはまああるんだよね。ちゃんと受かってはいるんだけども、まあ、それはちょっと恥ずかしいっちゃ恥ずかしいですね。でそれ以外は特になんかそのやましいことはないわけですよ。だけどもなぜか恥ずかしいんだよね。でこういう話をしますとね、受講生さんから、先生平均点上げるのやめてくださいよとか言われるんですよ。でいやいや、そんなことないんですよ。僕はちゃんと落ちるから大丈夫です。たまにね、その実力発揮しちゃって48点とかね、46点とか取って、それちゃんと素直にマーキングするやついるんだよね。で合格証書はこんなたまってとか言って威張ってるやついるんだけど、僕はそういうタイプじゃなくてですね、僕はちゃんと落ちますから大丈夫。0点取って平均点を下げるのが本当は皆さんのお役に立つのかもしれないんだけど、データを集計する方は0点っていう数字を恣意的と考えると嫌じゃないですか。ね。0点で取るの難しいから。だから、試験実施団体の方は、0点とか、それ、極端なやつは除外して、それでなんかデータ取られると困るから、僕の努力が無になっちゃうじゃないですか。だから僕はね、12点か13点取るんです。だから、正しい足を12個だけマーキングして、それ以外は間違えるんですよ。これ職人芸だよね。すごいと思いません？で12点か13点に僕はするの。そうすると12点とか13点だったら取るやついるじゃないですか。だからそうすると、僕の力で平均で少し下げられるかもしれないってわけですよ、ね、でそういうそこまで考えてるんですよ。それなのになんか別に何のやましいことはないと思うんだけどね。でじゃあなんで12点か13点っていう幅のある数字を言うかと言いますと、僕らも間違えるんですよ、ね、僕らが間違ってると思ってつけたのが合ってたりする可能性がありますんで、僕だって満点取れるわけじゃないからね。今年の問題だって48点ぐらいですかね、 2問ぐらい間違えたんですよ、僕もね。ですから満点っていうのはなかなかいないので、まあ何問か間違えるんだけども、まあそうは言ってもね、ちゃんと間違えてますから大丈夫です、ね、でだから自分で試験を受けてみるわけですよ。で自分で試験を受けてみて、でまあ解きますよね。でまあいろいろ考えるわけだよね。自分が今まで1年間ずっと教えてきたことをちゃんと聞いててくれた方がこの問題をちゃんと解けたかなとかですね、こういう問題を、なんか難しい問題があったりするとね、こういう問題を解けるようにしないと来年の受験生さんには役に立たないのかなとかですね、まあ、要は僕らこれ教えるのが商売だから、問題を解きながら、自分のなんか指導方針っていうの、そんなことをちょっと考えたりとか、まあ、一丁前にするわけだよね。そうやってそのために本試験を受けるわけですよ。だから感覚が欲しいんですね。どんな感覚で、この問題を解いたのかっていう感覚ね。で僕が個人的にその解く順番を重視しているって話は、僕の受講生さんだったら、まあ、おそらく知ってると思うんだけども、免除科目を受けなきゃいけない方は、まあ、問いの46番の免除科目から受けてくれって僕はよく言うんですよ。で、免除対象の方は問いの26番から受けてくれって話をします。で、まあ、僕の言う通りにやってくださってる方もいらっしゃると思いますんで、まあ、そんな感じで解いてくれてると思うんだけどね。で、その時思ったのはですね、問いの46番から僕もだからやるんですよ。自分で言った手前ね、
問の46番からまあやるわけですね。ちょっと問の46番、免除じゃない方、免除対象の方は関係ないかもしれませんけど、ちょっと話聞いてください。問の46番、問の46番で、まあ、独立行政法人住宅金融支援機構法の問題なんですけどね、中身はどうでもいいので、ちょっと、僕が受けた感覚っていうのかな、ちょっとお話ししたいんですけども、住宅金融支援機構って免除の方は知らないと思いますけども、要はフラット35っていう、まあ、住宅ローンの金融商品がありますよね。あれを扱ってるので有名な会社で、もともと住宅金融高校だったわけですね。で、住宅金融支援機構ってフラット35で、まあ、有名な通り、お金貸さないんですよ、原則的に。で、銀行がこれ貸すんですよ、フラット35ってのはね。だからこの住宅金融支援機構が直接お金を貸すことってのはあんまりないんですね。その時に1番なし見ますと、まあ、機構は子どもを育成する家庭または高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設または改良に必要な資金の貸し付けを業務としている、貸し付けを業務としているってことは機構が主語だから機構が直接貸し付けをしているってことだよね。とこういうのはあんまり 例が少なくてごくごく限られていまして、その中の一個はこれなんですよ。子育て世帯とかですね、高齢者関連、こういうキーワードがありますと直接貸し付けになるわけですね。まあ、そうやってレックでは教えてるんだけどもですね。でだからこれはまあなんて言いますか、いいわけですよ。キーワードがあるからね、キーワードがあるからいいわけですですね。で次の足の2番、まあ、これはだから正しいわけだね、正しいわけです。で足の2番見ますと、機構は証券化支援事業買取型、これがフラット35ですですね。フラット35において債務者または債務者の、親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設または購入ですね、賃貸住宅の建設または購入に必要な資金の貸し付けにかかる金融機関の貸し付け債権についても譲り受けの対象としている。つまりフラット35の場合にこの、賃貸住宅を建てたりとか賃貸住宅を建設するときにも使えるって言ってるわけだから、それは違うわけですよ、ね、だから僕はこれは違うんじゃないかなってまあ思ったわけですね。賃貸住宅フラット35使えないだろうってまあ思うわけですよね。で、まあ、罰をつけましたですね。で3番目なんだけども、機構は同じくこれ証券化支援事業の買取型、これフラット35ですね。フラット35においてバリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、まあ、うんぬんかになりますね、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。この時に僕はこれってね、フラット 35S っていう商品がありまして、そのことを言ってるんだけども、僕の頭の中にはこれがなかったんですよ。全然知識が飛んじゃってまして、フラット35でこんなのあったかなとか思って、でもまあ2番が×だから3番は丸なんだろうな、ちょっとなんかだけど気になるなと思って三角にしたんですよ、僕は。ですね。で4番目ですね。機構はこれもね、機構は貸付を業務として行っているということは直接貸付だよね。そこで出てくるキーワードとしてマンションの管理組合とか、それからマンションの共用部分、これもやっぱキーワードなんですよ。ね、免除科目を勉強してる人は知ってますよね、多分ね。だからこれはこれでいいわけですね。これはこれでいいですですね。で、まあ、この状態でとりあえずこの問題を46番からずっと解き始めて、で全部解き終わって、で自分もやっぱり少し必ず時間を余らせろっていうふうに、まあ、言ってると思うんだけども、まあ、10分とか15分とか時間余らせて、で見直しをします。その時に三角の足をもう一回見るわけですね。で、また三角の足を、まあ、拾ってですね、ここを見たわけですよ。ここ見てね。でこれさっき迷ったやつだよなとか思って、でもう一回これ見るわけですね。その時にここまで来てもまだフラット35が思い出せないんですよ。で、ね、この時にね、フラット35で
この貸付金の利率を一定期間引き下げるって言ってるけども、お金貸すのは銀行なんですよ。だから銀行が貸し出し金利について機構が口出しできないはずじゃないかと、まあ、そうなんですね。だからあれやっぱおかしいわこれと思ってですね、これどう考えてもやっぱおかしいわと思って、いやこれやっぱ罰だろうっていう考えが変わったんですね。だったらこれ丸ですよね。ちょっと待って、2番が丸、賃貸住宅の建設にフラット30を使えないと思うけども、でもひょっとしたら自分が知らないのがあったのかもしれないと思っちゃうんだよね。これ本当不思議ですよね。で結局僕は3にしたんだよね。でね、まあ、これも僕の講座とかね、あるいは僕の、通信の DVD とか、あるいはなんか僕のメルマガとか読んでくださってる方は、まあ、知ってるかもしれないんだけど、初めに選択した足はよほど自信がなければ変えちゃいけませんって言ってるくせにですよ、自分がわけわかんないうちに2番を3番にしてるわけだよね。だこれで49点が48点になってるわけですよ僕は、ね、これで1問落としてるんだね。こんなこと僕がわかんないとは思わないのですごい自信があったんですけども、ね、頭の中ではフラット 35S が完璧に抜けてるわけですよ。でこれって別に僕に限らず他の受験生さんも同じじゃないですか。後で答えを見てみて、なんだこれってのはありませんでしたかね。こんなの分かってるよ、なんで自分はこれ間違ったんだよっていう問題ありませんでしたでしょうか。ありますよね。でそれで本当に1点2点3点変わってきますよね。ということは本当にね、確固たるこれ2番の足当たり前なんですよ。これ賃貸住宅に使えるわけないんですよね。だけども自分はなんか自信がなくなってきちゃったのね。いやひょっとしたら変わったのかもしれないとか思って、でだその感覚は何つうんだろう、分かってたはずのことがだんだん知識として薄れてきてる、で当日に迷ってしまったっていう経験を、まあ、自分からやってるわけですね。でね、まあつくづく思ったんですけども、幅広い知識はやっぱいらないので、過去問で何度も何度も繰り返し問われているような、まあ、極めて基本的な、これ絶対にやっぱり覚えなきゃいけないですよとかね、絶対にこれ知識として知っておくべきですよとかね、そういったことを確実に確実に覚えていること、それを試験の当日に覚えていることなんだよね。こんなことを一週間前だったら絶対覚えてたことが、本試験の当日には覚えてないってことがあるんですよね。だから怖いなと思ったので、まあ、ここをちょっと来年の受講生さんには強調しようというふうに、まあ、自分では思ったんですけどね。とにかく知識はそんなに幅広い知識はいらないということが皆さん分かってると思うんだけども、まあ、基本的な知識をしっかりと固めておくことがやっぱ試験的には重要なんだなっていうふうに再認識したという試験ではあったと思います。まあ、なんとなく試験を受けてくださった方はなんとなくその辺のイメージが伝わるんじゃないかと思うんですよね。はい。で、まあ、先ほどの、51ページをご覧いただいてですね、で、まあ、この正答率のところですね、正答率のところを見てみまして、で、まあ、低そうな正答率の問題ですね、をちょっと参考までに見てみようと思うんですよ。ですからちょっと何て言いますか、問題の解説っぽいことをしますんで、まあ、一応話を聞いてみてください。一応ね、本試験の、まあ、復習にもなりますんで、多分皆さん1週間前だからもう覚えてないのかもしれませんけども、ちょっと知識をまあ、フィードバックしてもブラッシュアップしてもらって思い出してもらって、でどんな問題だったかってことをねちょっと繰り返して見てほしいと思います。まず問いの1番はこれって相変わらずですよね。相変わらずの条文問題で、でレックの、まあ、指導方法っていうのかな、レックの指導方法ではこの条文問題っていうのははっきり言って対策立てようがないですので、ですからまあしゃがり気になって一生懸命覚えたりとか、民法の条文とかをねしっかりと固めたりとか、そんなことは全然必要ありませんっていう形で指導してると思います。それで OK ですね。でまあ全体の傾向としては
民法の改正が予定されていますので、民法の改正を視野に入れたような問題が相変わらず多かったです。だからこの傾向は変わってないですね。それから、ネタが尽きてきてる感じがしまして、過去問とほぼ同じような問題が出てきてると思います。例えば、これ時間があったら少し詳しめに話したかったので、今はね詳しく話しませんけど、ちょっとレジュメの2ページの問いの1番ですね。問いの1番の例えば足の3番っていうのは、これ面積的債務引き受けの問題が出てますけども、これって去年の問題覚えてますかね。併存的債務引き受けなんですよ。だからほとんど同じなんですね。併存的債務引き受けの条文なんかありません。当然面積的債務というか債務引き受けなんていう条文ないんですね。だから、過去問の足とほぼ同じ問題であります、ね。こういうふうになんかネタがちょっと尽きてきてるんじゃないかと思います。ですから過去問とほぼ同じような問題がちらほら出てきてるのが、特徴なんですね。そうしますと、この傾向が来年も続くと思いますんで、もしね、来年、絶対自分受けますと、もう今年ダメですという人がもしいたらね、そしたら、条文問題に関しましては全く今までの傾向勉強方法を変える必要ありません。で、過去問に出された問題が出されたら取れるでいいと思います。で、問題自体はね、例えば足の4番は、これは第三者のためにする契約っていうのは、これはレックでも模擬試験で出してる知識なんですよ。だから模擬試験で出されている条文問題も一応軽くは見ておいた方がいいかなっていう感じですね。それもね、一生懸命真剣になって押さえなくても大丈夫です。模試の問題がそのまま出る可能性は低いですからね。今回たまたま出ましたけど、こんなのまぐれですから、そう簡単に模試でね条文問題当てられませんから。だから今年はまぐれで当たりましたけども、そうそう当たりませんので、そんなに模擬試験の方は重視せずに、過去問をしっかり勉強するだけで構わないと思いますね。はい。で、ちょっと中身に踏み込んでいきたい問題を少し見ていきますね。ですね、問いの4番を見ましょうか。問いの4番なんですけども、問いの4番の正答率ちょっと見てみてください。問いの4番の正答率なんですけども、さっき見ましたよね。28.2% で、点数は低いですよね。で、これ間違えた方はかなりケアレスミスっぽい間違え方をしてるんじゃないでしょうか。これって実力で間違えてます？ちょっと問いの4番見ますね。これもしかしたらケアレスミスじゃないかという、分かってるのにできなかったっていう人が多いような気がするんですよ。ちょっと問題見てみますね。レジュメの3ページですよね。レジュメの3ページにこの問題ありますんで、ちょっと見ていただきたいんですけども、問いの4番の足の、本文を読んでみますと、A は A 所有の公土地に B から借り入れた3000万円の担保として抵当権を設定した。これが本文ですよね。まずこれが事例ですよね。で、足の1番とか足の2番、見てみますと、まず足の1番から見てみますと、A が公土地に抵当権を設定した、当時ですね。まず当時ですね。当時、公土地上に A 所有の建物があるんですよね。 A 所有の建物がありですね。で、当該建物を A が C に売却した後、 B の抵当権が実行されて D が公土地を経絡した場合、 D は C に対して公土地の明け渡しを求めることはできない。とりあえずこれをね、この事案を簡単に図にしてみますと、B が
違う紙にちょっと大きく書きましょうか。ちょっと大きめに書きますけど、B さんが債権者 で A さんが債務者ですね。そして、建物があるわけですね。建物があって、土地があってですね。で、この土地に抵当権を設定している。これが本文の事案だと思うんですよ。ここまで大丈夫でしょうか。ね。で、これ3000万円の債権ですね。3000万円の、借金の担保として、土地に抵当権が設定されたわけですね。で、この問題を見てみますと、ね、抵当権を設定した当時に、A 所有の建物があったわけだよね。ですか？ということは、この抵当権を設定したときには、すでに A 所有の建物があったわけですよ。ですね。で、土地は当然 A 所有に決まってますよね。A の土地に抵当権を設定してるわけだから。ということは、抵当権を設定した当時に、ですね、土地と建物の所有者が同一人物ですよね。それでもう一点、抵当権設定当時に建物があるわけですよね。で、これだけで、法定地条件が成立する条件をクリアしてるじゃないですか。ね。たまたまこの問題は、それに揺さぶりをかけてますよね。揺さぶりをかけて、どういう揺さぶりかとしますと、建物を A が C に譲渡してるんだよね。でもこれって関係ないですよね。抵当権設定時に建物があって、抵当権設定時に土地建物の所有者が同一人物であれば、後で名義が変わっても、これはただ単なる揺さぶりであんま関係ない話なんですね。そうしますと、この一番の足は、法定地条件が成立する事例であるってことだと思うんですよ。こういう揺さぶりの仕方は、過去問では何問が出てますね。でしょうか。そうしますと、で、この聞き方ですよね。この聞き方で、D は、D が公と地を競売で取得したわけだね。で、D は C に対して、公と地の明け渡しを求めることはできないっていうことは、何を言ってるかというと、法定地条件が成立するってことを言ってるわけでしょ。ね。法定地条件があるから、D は C に対して明け渡しを求めることができないわけでしょ。だから、これ法定地条件成立しますかっていう問題ですよね。法定地条件が、これは成立する。成立する。で、正しいですか？誤ってますか？っていう問題なので、これは法定地条件が成立するというふうに判断できてほしいところなんですね。だからこれは丸というふうに判断していただきたいと思います。ここまでいいですか？で、2番目の足なんですけども、2番目の足ですね。公と地、ケアレスミスじゃないかと言ってるのは、この2番目の足なんですよ。主にね。公と地上の建物が、と言ってますね。建物が火災によって焼失してしまったが、当該火災に、建物に火災保険が付されていた場合、B は公と地の抵当権に基づいて、この損害保険金に物上代ができますか？建物には抵当権ないですよ。土地に抵当権があるんですよね。そうでしょ？さっきの図見てみますと、建物に抵当権があるわけですよね。土地に抵当権が設定されてますよね。で、この事案でいきますと、建物が火事で燃えちゃったわけですよね。そうすると、建物が火事になって燃えてしまいましたですね。で、火事になって燃えてしまいますと、建物に火災保険がかけられていますんで、だからこの火災保険、保険会社に対して、保険会社に対してこの、火災保険請求できますよね。火災保険請求できると思いますですね。だけども、
これに仏成大ができるかって話になった時に、仏成大ってどうでしょう、理論的な話をしますと、抵当権の目的物がなくなってしまった場合ですね、抵当権の目的物が火事によってなくなってしまった場合に、その建物の価値の生まれ変わりとして保険金に生まれ変わったわけですよね。担保の目的物が燃えてしまったから担保の目的物なくなっちゃいました。だけども担保の目的物がなくなったことによって保険金が発生したわけだね。だからこの保険金っていうのは担保の目的物の生まれ変わりじゃないですか。だからそれに対しても抵当権の効力を及ぼすことができるのが妥当なんですよっていう考え方が仏成代の考え方ですから、そうしますと担保に設定されたものがなくなった形でなければいけないわけですよね。ところがこのケースでいきますと担保じゃないんだよね、建物担保じゃないですよね、担保は土地ですよね。多分ここを見逃しちゃったんじゃないでしょうか。ここに気がつかなかった、ちょっとケアレスミスっぽいミスをしてるんじゃないかと思うんですよね。違いますか皆さん、そんなことないですかね。このミスよくわかりますよ。僕もね、初めね、あれと思ったんですよ。これって答えがないじゃんって思ったんですよ。実を言いますと。これ、見てみて、3番と4番、ちょっと細かい知識なんだけども、正しい足なんですね。で、2番もさーっと読んで、ああ、仏成大ねと思って、で、初め丸をつけようとしたんですよ。そうすると、答えがないじゃんと思って、もう一回読んだら、ああ、こういうなんか、意地の悪い引っ掛け問題なんだなって思って、あ、これって引っ掛かる人多いんじゃないかなと思いながら問題を解いた記憶があります。どうでしょうか、ここに引っ掛かってたんじゃないかと思うんですよね。もしこれが分かってれば、あ、これ全然話違うやと思って、2番を×つけられたと思うんですよね。それが気がつかなかった可能性があると思います。で、1番と2番に関しましては、1番と2番に関しましてはね、これ結構メジャーな知識になります。過去問のメジャーな知識なので、1番と2番がちゃんと判断できれば僕はいいと思うんですよ。3番4番ってちょっと細かいです。3番4番若干マイナーな知識になります。これ、抵当権の順位の変更って去年も出てますけども、抵当権の順位の変更をしっかりと、マスターしなきゃいけないとは全く思ってません。ですから、これがね、なんかよくわかんないなという感じでも別にいいと思うんですよね。で、足の4番の抵当権の消滅請求、これもそれほど重要な、宅建試験的にどうしてもこれを押さえておかなきゃいけない重要な知識とは思わないので、足の3番と足の4番は三角で、よくわかんないなっていう感じでいいと思うんですよ。だから結局それがあるから余計2番のケアレスミスっていうのかな、2番の読み飛ばしっていうのかな、それが響いた感じがします。こういう問題を間違えるのはもったいないですよね。そう思いません？これ非常にもったいないと思います。出なければここまで正答率下がらないと思うんですよ。 28% とかね、そんな正答率が低いっていうことはやっぱりケアレスミスが大きい気がします。はい、先行きましょう。あとですね、ちょっと時間がある限り、低そうな問題でしっかりと解いておいた方がいいという問題がありましたら、コメントしておきたいんですけども、不動産登記をちょっとね、これは相変わらず若干細かめの問題なので、この正答率で順当かなと思います。不動産登記に関しましては細かい条文問題、条文知識問題いっぱい出ますんで、これはしょうがないと思うんですね。で、次なんですけども、問いの27、ごめんなさい、問いの、16番かな。この 27.6% の、この低い正答率の足なんですけども、若干難しいかもわかんないですね。問いの16番見てみてください。問いの16番は、ページ数11ページになりますか。レジュメの11ページになると思います。問いの16番ちょっと、開いてみてください。
少し細かめの知識ですよね。問いの16番に関しましては若干細かいかもしれません。で、特に足の1番が若干細かい感じがするんですよね。市街地開発事業等予定区域ですよね。市街地開発事業等予定区域っていう言葉はあまりその試験的には頻繁に出てる知識じゃないと思うんだけども、まあイメージしてほしいのはニュータウンでしたよね。だから、東京だったら多摩ニュータウンとか、大阪の千里ニュータウンなんかもそうなのかな。そういったそのニュータウンなんかですよね。そういったところですよね。そういったところでにかかる市街地開発事業または都市施設に関する都市計画には、施行予定者も定めなければならないということですね。場所取りですよね。市街地開発事業等予定区域ってことは、広い範囲でニュータウンとかを作りたいから、あらかじめこの部分は多摩ニュータウンとして開発する予定があるから、だから、邪魔になるような建築物とかね、そういったものは作ってくれるなっていう、そんな感じのなんか場所取りですよね。その段階で施行予定者は一応決まってた方がいいんじゃないかと思うんですよね。UR 都市再生機構とかね、なんかそういった施行予定者は決まってなければそんなことはしないと思いますんで、知っておいた方がいいんじゃないかなっていう感じですかね。ですね、ちょっと細かいと思います。それから足の2番、これで引っかかってる人が、ちょっと分かってなかった方がいるかもしれません。準都市計画区域について、準防火地域を定めることができるかできないかですね。そういう覚え方をしてもらってないので、予備校的にはね、僕らでレックでその講義を聞いてくださっている方にですね、防火地域は、防火地域とか準防火地域は都市計画区域内に設定するんですよって話を、なんかその説明の時にね、話することはあると思うんだけども、こういう形でしっかり覚えてくれっていうことを言ってないので、だからやっぱちょっとあやふやだった可能性はありますよね。で、これはできないわけですね。これできませんですね。で、1番がこれ正しいですね。はい。で、3番目の足なんですけども、3番目は比較的これキーワードで切れると思います。高度利用地区に高さは結びつかないですよね。これは比較的切りやすいと思うんですね。高さのキーワードが出てくるのは高度地区ですよね。で、高度利用地区は容積率がキーワードですから、高度利用地区で高さは結びつかないので、これは違うだろうってことは分かってほしい。よく過去問に出る知識ですから、これは知っておいてほしいです。で、4番目もちょっと細かいといえば細かいですね。地区計画についてですね。地区計画については、都市計画に地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならないですね。地区計画本当よく試験に出ますね。もう毎年のように試験で出てきます。で、これもね、若干細かいと思うんですよ。知識的にはね、地区計画ってよく話をすることなんですけども、港未来とか、神戸のハーバーランドとか、なんかちょっと、一種独特な浮いてる感じの地域を分かりやすいからイメージ的に話をするんだけども、まずコンセプトがあるんだよね。で、ここはこういう、なんて言いますか、こういう目標で、こういう方針で、こういった街並みを作っていきたいっていう、結構抽象的な、方針が決められるんですよ、地区計画にはね。で、地区計画にはちゃんと具体的な、例えば建蔽率であるとか、建物の制限であるとか、そういった地区整備計画を定めなきゃいけないんですね。で、これって地区整備計画の話なんですよね。地区整備計画になってくると、こういう細かい名称とか位置とか面積とか建蔽率とか、こういった細かい整備計画が入ってきます。だからこれは地区整備計画ではこういったことを定めなきゃいけないんだけども、地区計画っていうのはもっともっとアバウトなんですよ。こういうコンセプトでこんな感じの建物を揃えたいとかね、そういうアバウトなので、ちょっと違う雰囲気違うんですね。なかなかこれも分かりにくかったかもしれません。問いの16番は正答率が低いだろうなっていうのはなんとなく分かりますね。
でもまあ地区計画かなり細かいところ出てきますんで、まあ、このあたりもなるべく固めておいていただきたいと思います。まあ、以上ですね。次は問いの19番も見ましょう。19番ですね。まあ、少しやっぱこれも難しいかなという気がしますね。問いの19番。正答率を見てみますと、24.6 ですね。まあ、やっぱ、低くて若干難しいですよね。はい。問いの19番、ちょっと中身を見てみますと、建築基準法の問題ですけども、まあ、建築基準法の問題、こういうパターンが多いです。割と横断的な問題が試験に出ますね。で、明日の1番、試験の問題の出し方がちょっと意地悪ですね。第一種低層住居専用地域ですね。第一種低層住居専用地域については、基本的にその住居がメインなので、店舗とか、事務所とかそういったものは作れなくはないんだけども、併用住宅でなければいけないんですよね。だから、住宅がメイン で一部が店舗とかいうの であればいいわけですね。だから基本的には第一種低層住居専用地域では、飲食店とかそういったものは作ることができませんですね。でこれって、改正が予定されてるんだって話も聞いたことがあるかな。コンビニとかああいったものがね、店舗専用ですね、住居と併用じゃなくて、ああいった単独の店舗もできるようになります。まあ、これは将来の改正ですね。今年の試験範囲ありません。でだけども特定行政庁の許可があれば基本的にはいいわけですね。用途規制で覚えてもらうときに、まあ、レックでは丸とかバスとか結構うんざりするような表があるじゃないですか、ね、で例えばカラオケボックスはノードジーマンとかね、バツが5個並んでっていうなんか よく表があったりしません、ね、用途規制の表で丸とバツは丸は建築できる、バツは建築できないというふうに覚えればいいんですっていうふうに僕らは言ってるんだよね。でもバツっていうのは建築は絶対できないわけじゃなくて、丸っていうのは特定行政庁の許可がなくてもできるってだけなんですよ。だからそこまでを、僕らも講義であんまり正確にしっかりと丸と×だけの配列を覚えればいいですっていう指導をしてきたので、こういう問われ方をされると確かに若干厳しいかなっていうところはありましたので、まあ、少し難しいかもしれませんですね。はい。で特定行政庁の許可がありますんで、まあ、建築はできるはできるわけですね。特定行政庁が許可すればいいわけですね。特定行政庁って建築主事が置かれている行政庁なので、例えば、横浜とかね、ああいうところでは横浜市長でしょうし、東京だったら都知事でしょうし、まあ、そういったその、まあ、許可権者がいいというふうに許可を出したんであればそれはできるわけですね。はい。で2番はこれは優しいと思うんですよね。全面道路の復元による容積率は全面道路の復元が12メートル以上であれば制限受けないですよね。これは絶対に分かっておいてほしいですし、実務でもすごく使う知識ですし、まあ宅建試験ではおなじみの知識ですね。これは丸をつけてほしいです。はい。で3番目ですね。これも特定行政庁出てきますね。特定行政庁が安全上、防火上、衛生上、支障がないと認めて許可したものについては、憲兵率の制限は適用されない。これ3番ですね。これはね、答えは正しいんですけども、僕だったら、これ丸、自信を持って丸つけられないんですよ。僕も一応三角にしますよ。なぜかというと、ですね、僕が迷うところは、これでいいのかってこと。安全上って言葉と、防火上って言葉と、衛生上って言葉、この3つ。これを引っ掛けられたら僕は分からないので、なんか違うかもしれないじゃないですか。ひょっとしたら。衛生上じゃなくてね、なんか、なんだろう。安全上入ってるか。なんかあるじゃないですか。それをここで引っ掛けられたら僕も答えられないので、だから自信を持って丸はつけられないんですね。
ただ、まあ、変なことは言ってないんじゃないかなっていう感じでこれは答えればいいと思います。で、4番はできれば分かってほしいですね。これね、第一種住居地域内における建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から、敷地境界線までの距離、これが外壁の後退距離っていうふうにつながらなかった方もいるかもしれません。あの外壁の後退距離って言われたら、あ、1メートルまたは 1.5 メートルのあれねっていうふうに分かる人は多いと思うんだよね。ところがこの表現で出されると外壁の後退距離のことを言ってるっていうのがちょっと読み取れなかった方がいるかもしれません。そうすると、外壁の後退距離の1メートルまたは 1.5 メートルっていうのは、これは低層住居専用地域だけの話ですよね。だから一種低層か二種低層だけの話ですよね。そうしますと第一種住居地域ではこれはないだろうということで4番が×がつけられたと思うんですが、この言ってることがね、ちょっとこの表現が分かりにくかったかも分かんないので、まあ、そこで間違えてしまった人がいるかもしれません。あのどっちみちこの問題結構難しいとは思います。あの難しいというかちょっと解きにくいですね、この問題ね、と思いますよ。はい、もう少し見ときましょう。鑑定評価基準の25番の問題ちょっと見てみてください。25番の問題ですね。問いの25番の鑑定評価基準の問題、正答率見てみますと 31.2 で、これがちょっとわからないんですよね。これはすごく難しいでしょうかね。これはね、そんなに難しくない気がするんですよ。あのどこに引っかかったかなっていうのはちょっと分かりにくいところなんですけども、ちょっと足の1番見てみますね。不動産の鑑定評価によって求める価格は基本的には正常価格で、これ OK ですよね。あの基本的に正常価格で OK ですよね。であるが市場性を有しないですよ。市場性を有しないだったらこの特殊価格と結びつきます？これ絶対結びつかないと思います。あの特殊価格ってあの宗教施設とかね、あのなんだ昔の神社とかお寺とか、まあ、そういったものですね。つまりあの市場売却が観念できない、そういったその重要文化財とかそういったものの保存に必要なあのために評価を出したい場合に出される方が価格が特殊価格ですから、市場性を有しないですよね。不動産についてはこの特殊価格を求める場合が、なんて言いますか、特殊価格は市場性を有していませんので、それはちょっとおかしいと思うんですよね。あのというかこっちで切るのかな、限定価格とか特定価格は市場性を有する価格なの です、ね、まあ、それが正しいのかな、ね、市場性を限定価格と特定価格は市場性を有する不動産に限られています。で特殊価格だけが市場性を有しない価格になります。だからそれも全部含めて市場性を有しない不動産についてはってなされるとこれおかしいじゃないかっていうところでできれば判断してほしいと思うんですよね。と1番はそこで×が、判断できたらいいなというふうに思います。それに対して2番、これを自信を持って丸をつけるのは難しいですよ。あのそんなに変なことは言ってないってのはわかると思うんですね。同一受給権とは一般に対象不動産と代替関係が成立してその価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の損する権益を言うが、不動産の種類性質性格及び規模に応じた需要者の先行性によってその地域的範囲は狭められる場合もあれば広域的に形成される場合もあると、まあ、言ってることはそんなに変なことは言ってないのであの正しいんじゃないかなっていうイメージを持ってくれるだけで構わないです。これ自信を持って二重丸とかつけられないと思います、ね、で足の3番ですね、
おそらくこれでみんな迷ってると思うんですね。3番を丸をつけちゃってる人が多い気がします。3番の足見てみますと、鑑定評価の各手法の適用にあたって必要とされる取引事例等については、取引等の事情が正常なものと認められるものから選択すべきであります。それそうだよね。で、売り急ぎ買い進み等の特殊な事情が存在する事例は、これは補正をすればいいんですよね。これは、補正ができるものですから、ちゃんと補正をすればそういった事情を、考慮しても、使えることができます。で、ここで覚えておいてほしかったことは、なんて言いますか、投機的取引、マネーゲームみたいに、その投機的取引の場合は、補正をしても使っちゃいけないんですよね。だけども、それは、まあ、補正ができないっていうのかな。だけども、こういったものはね、この、売り急ぎとか買い進み等は、これは補正が効きますんで、これは使ってもいいわけですね。で、これはできれば×をつけてほしいなという気はします。過去問にも出てますからね、このあたりの知識はね。で、4番目の足なんですけども、これは皆さん間違えてないと思います。収益還元法ですね。収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の相場を求めることにより、対象不動産の資産価格を求める手法であるが、市場における土地の取引価格の上昇が著しいとき、まあ、だから、なんかね、リーマンショックの後でずっと時価が停滞してたのが、まあ、景気が良くなって時価が上がってくるとかね、あるいはまあバブル経済みたいに時価が上昇してくる場面ですね。その時に、その価格と収益価格との乖離が増大するものであるため、この手法の適用は避けるべきである。これ避けるべきじゃなくて、むしろ使うべきなんですよね。土地の価格の上昇っていうのはかなり、ガーッと上がってきます。で、本当に、まあ、昔話してもしょうがないんだけども、バブル経済の頃なんて、本当に2、3ヶ月前の価格が、今月は1割上がったりとかね。ちょっと前まで2000万円台だったマンションが、急に3000万円を超したりとかですね。いくらでもあるわけですよ。ところが、家賃っていうのは、そういう形で上がってこないんですね。すごく緩やかなんですよ。だから、賃料を基準に、算出した価格っていうのは、なんかオーバーシュートしにくい。結構冷静な金額が出ます。だから、むしろ、この収益還元法、収益還元法っていうのは、こういう時に特に有益なんですよね。だから、まあ言ってることが逆なので、これはまあ、違うだろう。っていうふうに判断してほしいわけですね。ですね。そんな形で、まあ消去法で1番、3番、4番、×にして、で、2番が正しいという形で判断していただけるといいんじゃないかなっていう気はしますけども、まあそうは言ってもね、3番ちょっと難しいかもしれませんので、若干答えにくい問題であったことは、まあ否めないのかもしれないですね。はい、まああと、宅金業法をなるべくやりたいんですけども、ちょっと、時間がなくなっちゃって、根拠をお話しする時間がなくなっちゃうといけないので、また点数の話、またさせてください。まあ、点数の話なんですけど、まあ、どちらかというと点数の方が皆さんは興味があるのかもしれないんだけど、まあ、宅建試験ですけどね、毎年、まあ、20万人の、まあ、ほぼ毎年20万人弱かな、の方が受験されて、で、まあ、15% ぐらいですかね、の正答率、正解率、合格率ですね、があって、そうしますと、まあ、3万人ぐらいの合格者が、まあ、大雑把に言って出てるわけですよ。で、この3万人の内訳なんですけども、2万人と1万人で、まあ、分けまして、
で、1万人の方が不動産業界の人であります。大体3割ぐらいになります。そうしますと3万人合格者を出しても不動産業界には1万人しか人材供給ができないという状態なんですよ。で、むしろその仕事で使うわけではないんだけども、まあ、あった方がいいからとかね、宅建試験、宅建資格あった方がいいから受けてみたいとか、あるいは、まあ、建設関係の会社であるとか金融関係の会社であるとか、まあ、そういった会社の関係の方が、宅建資格を、まあ、奨励しているとかいうことはありますよね。ですから結構そういった方が、まあ、真剣に勉強してきますんで、割とよく受かるわけですよ。5問免除がなくてもね、まあ、基本的には5問免除ないじゃないですか、2万人の人はね。だけども、2万人の人は5問免除がなくても受かってくるわけだよね。まあ、こんな実情です。で、この3万人の、合格者をじゃあ減らすことがどうなんだろうかって考えてみますと、この1万人の人数も減っちゃいますよね。と、不動産業界の宅建取引士の資格を持っている人間が減らされるということは、皆さんはあんまりイメージ持てないのかな、不動産業界に勤めている人でも大手の会社に勤めている人は多分イメージ持てないと思うんですよ。僕はね、大手の会社には勤めたことがなくて、本当に小さい会社にいたんですね。で、自分で会社を経営してたこともあるんだけども、今でも思い出すんだけどね、僕が、会社を経営して1年ぐらい経った時に、まあ、経験良かったからすごく人手が足りなかったんですよ。でね、だけども宅建資格は社長である僕しか持ってないんですよね。で、そうするとあと4人しか雇えないんですよ。で、どうしたって1人事務とか経理の女の人欲しいですよね。そうすると営業マン3人しか雇えないんですよね。で、僕が経営しているようなちっぽくないい加減な会社に宅建資格を持っているような人が来てくれるわけないんですよ。だから僕の感覚から言いますと、従業員を雇いたくてもどうしても従業員を増やせなかったっていう、すごくなんか当時のことを思い出すんですね。でね、この3人に宅建試験受けてくれっていう話はもちろんしますよ。だけども、まあ営業でね、忙しいわけですよ。で、まあ僕の気持ちからすると目の前の仕事頑張ってほしいわけだよね。だから、まあ売ってくれ売ってくれって話になるわけですね。そうするとしょうがないから、従業員を募集したくても要は宅建取引士募集になっちゃうんですよね。資格を持ってない人が一人も増やせないから。だから僕の感覚から言うと、宅建取引士を募集するぐらいしか思いつかなかったので、まあ広告出すわけですよ。応募ゼロなわけですね。で、あと唯一考えられるのは、僕のお嫁さんに資格を取らせるしかないわけですね。だから、お前受かれと言って、まあ、結婚したばっかなんだけども、お前受かれっつって、でも強引ですよ。必ず受かれっつって、でも今日このページからこのページ全部勉強しろっつってね、あとでテストするから、あとで確認するからね、ちゃんと勉強しろっつってね、ひどい話ですよね。結婚したばっかですよ。お前不動産屋の女房なんだから、宅建なかったらどうしようもねえだろうってですね、で無理やり取らせましたですね。まあ、そんな事情があったぐらい、本当にね、零細業者って取引士の採用ができないんですよ。まあ、僕の会社はあまりにもちっぽくだから余計そうかもしれないけど、やっぱり誰だっていい会社に入りたいじゃないですか、福利厚生が整ってるね。ところが、まあ、僕の会社なんかは全然応募がなくて、本当零細企業って宅建取引士やっぱ足りてないんですよ。これ今でもそうです。今でも実情です。そうしますと、これがね、減らされちゃうと厳しいんですよね。そうしますと、まあ、このぐらいの合格者を出したいっていうところはある、業界の希望としてあると思うんですよね。で、この20万人の、受刑者が変わってるかというと、ちょっと増えてるだけなんですよ。あんま変わってないんですよね。ちょっと増えてる、まあ、若干増えてますよ。宅建人気あるからね。そうしますと、この合格率を変えられないじゃないかっていう気がするんですよ。まあ、正確に言うと 15% から 17% ですね、合格率はね。 15% から 17% ぐらいの合格率は変えられないだろうっていう気がするんですよ。で、そういうことを前提にしますと、やっ
ぱり合格点はさっき言った35点ぐらいになるのかなっていう気がします。ちょっとこれですね、ちょっと企業秘密っぽいのであんまり見せたくないっていうところもあるんだけども、ちょっと特別社名とかで取らないでくださいね。ちょっと秘密だから。これね、まあ、2006年からのデータざーっと並べてありまして、まあ、見てほしいところは、この、まあ、合格点が、まあ、34点35点とか、まあ、あるじゃないですか。36点って年があるよね。で去年が31点 で今年何点か分かんないっていう、まあ、今その話ですね。でデータの種類がですね、ちょっと見にくいかも分かりませんけど、ここに3種類あるんですよね。速報会の平均点と、中途集計のデータと、からと集計データっていうのが、まあ、3つあって、でどう違うかと言いますと、速報会って当日です。で当日 の回答速報会に集まってきてもらって、でマークシートを提出してくれた方ですね。でこれがね、まあ、大雑把に言って300ぐらいだと思ってください。200とか300とかだいぶ前後があります。速報会に来てくださってる方の数はあんま変わってないんだけども、支店のスタッフがやっぱ忙しくてなかなか全部回収をして当日中にデータ入力が間に合わないことがあって、だから全部 のデータが入ってこないんですよ。大体300ぐらいですね。300ぐらいです。でこの途中の集計データというのが大体本試験から5日後ぐらいです。だから大体先週の金曜日ぐらいかな、日曜日試験があって、で月火水木金でね、で金曜日の、夜のデータが大体この中途集計のデータです。でこれがね大体ですね、2000ぐらいかな、2000から3000までいかない感じです、数字的にね。でこの最終の集計データっていうのが、これがですね、試験から大体30日後ぐらいかな、ですから11月の中旬ちょい前ぐらいかな。これであんま増えないんですよ。3000ぐらいかな、3000、4000までいかないと思います。そんなデータなんですよ。でね、速報会の、に来る人っていうのはやっぱ真剣な感じだと思いません？わざわざ来るわけだから、だから結構ね、点数高いんですよ。速報会のに来るその点数って結構高くて、それがね、まあ、これが速報会の数字だとすると結構高くて、そこから中途集計がちょっと上がってで下がるんですね。で、上がって、下がる点数が1点ぐらいかな、下がる感じ、そんな感じなんですよ。でね、まあ、なぜかと言いますと、この中途集計が集まるのはほとんどウェブなんですね。でウェブで、自分の合否が気になる方が入力して、で出た数字が、まあ、2000から3000ぐらいのデータが集まるんだけども、そうじゃなくて、この最終の集計データっていうのは郵送が入るんですよ。でね、郵送で、レックにそのマークシートを送ってくれて、で、そういう人ってどういうことが目的で郵送で送ってくれるかというと、結構な方がちゃんとしたレック の本試験の解説書が欲しい人が結構多いんですよ。だから確実に受かってる人は申し込んでこないんですよね。40点超えてるとか絶対受かってる人は本試験の勉強を繰り返す必要ないから送ってこないんですよ。だから、郵送になってくるとちょっと落ちてくるんですよね。で大体1点ぐらい下がってきます。まあ、そこまでいいですか。でね、ちょっと大雑把な分かりやすいように大雑把に話しますけども、そうしますとこの最終的な集計データがあるじゃないですか。でそれと合格点の違いがありますよね。これね、あんま変わんないんですよ。最終的な集計の平均点と、最終的な合格点があんま変わんないんですよ。でね、まあ、ちょっ とこの端数を切ってみまして、これ全部ちょっと分かりやすいように端数を切ってみますね。そうしますと、
去年の集計データ31点です。全部の平均点がですね。で、合格点が31点です。つまり、並んでます。その前、2014年、同じです。32点で同じです。で、2013年、1点上がってます。2012年同じです。2011年1点上がってます。2010年同じです。2009年同じです。2008年も同じです。はい、で、1点上がってます。1点上がってます。まあ、こんな感じ、大雑把に言ってですね。まあ、映してもらうほどのもんじゃないんだけど、まあ、こんな感じなんですよね。で、要はね、この最終的な、1ヶ月近くかけて集めたデータの平均点がほぼ合格点だろうというふうに考えていいと思います。で、場合によっては1点高くなる場合、本試験の合格点の方が高くなる場合があるという考えでいいと思います。で、そうしますとですね、お配りしているレジュメの、49ページをさっきちょっと間違えて開いちゃったんですけども、ここに平均点載ってますよね。これ2000人ぐらい。集計データ、2000人ぐらいのデータしか今ないんですけども、これ 35.6 じゃないですか。ちょっと画面映ってますかね。35.6 ですね。今現在で、最新のデータがこれなんですよ。で、これをちょっと書いてみますね。そうしますと、今年のまあ、データなんですけども、まあ、ここに 35.6、 ここに入るんですね。まだ本試験から1週間、のデータしかないわけですから、とこうなっていきますですね。で、ちなみに、当日のデータが 34.6 です。だからちょっと上がったでしょ。 34.6 から35.6、 ちょっと上がりましたね。1点上がりました。で、そうなってくると、また少し下がると考えていいと思うんですね。で、どのくらい下がるかですよね。これが、例えば、まあ、2つ考えられると思うんだけども、35点台で収まるとしますよね。あるいは、もうちょっと下がって、34点に下がるかもしれないですよね。まあ、この2つのパターンが考えられますよね。最終的に集計データが集まったときに、数字がどこまで少し下がるんだけども、どこまで下がるか分かりません。35点台でとどまるかもしれませんし、34点まで下がるかもしれません。で、それがそのまんま本試験の合格点になるか、1点上がる可能性があるわけだよね。でしょ？そうすると、まあ、35点で収まれば、そのまま35点になるかもしれないし、場合によっては36になるかもしれないじゃないですか。ですね。で、34がそのまま34になるかもしれないし、1点上がって35になるかもしれないじゃないですか。ね。で、まあそんな話を、いろいろしてみても、あんまり大して実益ないんだけど、でもまあ、こういうデータをもとに僕らは合格推定点を出してるんですよ。でね、そう考えてみますと、まあざっくりと考えて、合格基準点が、まあ、35点と34点と、36点の可能性があるというふうに、まあ、一応レクでは考えているわけですね。35点プラスマイナス1点だから、まあ、34点の可能性もあるし、36点の可能性もあるだろうというふうに考えているわけですね。で、まあ、このグラフを、これをまあグラフ化したものを見てみますと、まあ、ざっくりと考えて35点になる可能性がやっぱ一番高いと思うんですよ。これがですね、まあ、40% ぐらいは35点、
じゃないかなっていう気はするんですよね。で、34点の可能性ももちろんあります。30%ぐらいありますかね。で、36点の可能性もあります。まあ 20% ぐらいですかね。で、残りの 10%、33点の可能性もゼロじゃないと思います。だから、まあ、これで9割ですね。ほぼこれで 90% なので、そうですね、まあ、35点がいい線かなとは思うんですけども、34点の可能性ももちろんあるし、36点の可能性もあります。で、33点の可能性もゼロではないということですね。ただ、まあ、個人的には35、もう言い切ってしまいたいです。個人的にはね、個人的には35で、考えてくださいと思います。37はないです。どう考えても、ありえないと思います。だから、まあ、いろんな予備校はね、いろんな話をしていまして、で、まあ、34点出せる予備校もあるし、まあ、それ以外の予備校もあると思うんだけども、まあ、持ってるデータはみんなそんなには変わってないと思いますんで、まあ、このぐらいだと思うんですよね。ですかね。で、ボーダーラインの人がやっぱなんか生きた心地がしないですよね。35点の人は35点で心配ですよね。で、34点の人はもっと心配ですよね。で、どうするかって話ですよね。合格が間違いない人は枕を高くして、ゆっくりと眠っていられるのは、まあ、僕は37だと思うんですよ。まあ、36でもいいと、ほぼ間違いないと思うんだけど、でもまあ絶対大丈夫と思って、もう自信を持ってね、いられるのは37な気がします。で、いや今年はちょっとダメだわ、来年頑張るわっていうふうに諦めをつけちゃうのはやっぱ32以下だと思うんですよね。ですから、それまでの間の人はやっぱちょっとどっち転ぶか分からないので、まあ、はっきりしないじゃないですか。で、そういう人はそうですね、どうすればいいかっていうのは考えてもしょうがないので、まあ、考えないというのが一番ですよ。もう考えない、分かんないんだからね、そうなのね。で、いずれにしましても、まあ、資格予備校だから話するわけじゃないんだけども、せっかく宅建試験で一生懸命勉強してきたわけだから、もったいないですからね。だから関連資格を勉強するってのは悪くないと思うんですよ。だから、まあ、管理業務主任者とか申し込みをしている人はね、もうすでにそういう人は、管理業務主任者の勉強をして、で、不安を紛らわせるったらいいと思うんですよね。これおすすめですね。で、あるいはそういった申し込みを、まあ、もう申し込み締め切ってますからね、もう間に合いませんので、そうじゃない人は他の資格のことをちょっと頭の中で思い描いて、まあ、宅建受かったら次何やるかなとかね、まあ、そんな形でちょっと前向きな形で考えてみましょう。試験勉強大変だったと思うんだけど、だけどね、ちょっと1年ぐらい経ってみてください。この当時のこの宅建試験の、特に受かった方ね、受かった方のこの宅建試験の直前の1ヶ月ぐらいの勉強はすごくいい思い出になりますよ。社会人になってあんなに真面目にね、一つのことに取り組んで頑張ったっていうことはあまりないはずだから、後でいい思い出になるんですよ。で、その最中はきついけどね。だけども、まあ、その最中はきついんだけども、振り返ってみると結構いい思い出になりますしね。で、頑張ってる時って充実してるので、気分的にね、なんていうのかな、幸福感を得られるんですよね。そんな感じしません？なんか目標に向かって頑張ってる時って少しなんかちょっと幸福感を得られるってことないですか？ない？あると思うんだけど、目標がね、これ仮に受かっちゃったら、初め嬉しいけども、そうですね、嬉しさはね、1ヶ月か2ヶ月しか持たないんですよ。それはね、受かっちゃうと宅建持ってるのが当たり前になっちゃうんですよ。だから別に全然幸せじゃないの。だからね、なんかね、目標に向かってないとね、なんか人間はあまり幸福感を得られませんので、宅建に受かったら受かったで、なんかちょっと別の資格ちょっと頑張ってほしいという気持ちもあるしね。で、まあ今年、資格申し込んでないんであれば、何の資格がいいかなとかね、ちょっと考えてみるのもいいと思うんですよ。ちょっとあんまり時間ないので、長々話できないんだけど、
何の資格がいいですかっていう質問をしてくる人が結構いまして、で僕はね、資格予備校で講師やってるぐらいですから、資格の勉強するのは大賛成ではあるんですよ。それは賛成なんですよ。だけれどもね、何の資格がいいですかっていう感覚じゃなくて、じゃあ管理業務主任者がいいですよ、マンション管理士がいいですよとかね、不動産関連資格をおすすめは一応するんだけども、本当はね、そういう感覚じゃなくて、自分がどういう方向に進みたいのかっていうことをちょっと考えていただいて、でそのためには何の資格はいるのかっていうことの方がどちらかといえば筋じゃないかっていう気がするんですよ。例えば、ビル管理の会社に勤めたいとかね、転職したいとか考えているんであれば、それは当然管理業務主任者の資格は絶対必要なんだから受けなきゃいけないですよね。だけどもそういう気持ちは全くないのに、そういった管理、そのマンション管理の資格を取ってっていうのが果たしてそんなにいいんだろうかっていうところもありまして、単なる自己満足で資格を取り続けるよりはね、ちょっと目標を定めて、その目標について必要な資格を調べて、でその資格を勉強するっていうのが僕はいいと思うんですね。その方がね、苦しい勉強を乗り越えられやすいっつうのかな。でね、もしそういった自分の進むべき道がもし見つかっていなかったら、目の前の仕事に集中してみてください。自分の今の仕事に、不動産関係の仕事をしているんであれば、自分の与えられた仕事にうんと集中してみてください。あるいは経理なら経理でもいいです。財務は財務でもいいです。自分の今置かれている仕事を本当真剣になってやってみてください。そうするとね、その自分の真剣になっている仕事のために、こういう資格があったらいいなってものがあったら、それを勉強する方がいいと思うんですよ。例えば、なんだろう、総務関係のとかの仕事の人がね、総務の仕事を一生懸命やってる。そうすると、社会保険手続きの勉強も自分もってやった方がいいと思ったら、社会保険労務士とかの勉強をするのか、あるいは、なんだろう、財務とかの仕事をしてる人が、宅建受かった、次何やりたいかと思った時に、やっぱりファイナンスの知識、財務とかファイナンスの知識大事ですよね。と、FP とか、も大事ですよね。そういった資格の方がやっぱり自分の目標にプラスになると思いますので、自分の将来の目標とかそういったものがもし、決まってないんであれば、目の前の仕事に集中してみて、それに関連する資格を取ってみるっていうのが僕はおすすめじゃないかなというふうに思ってます。はい、以上になりますけどね、ちょっと気持ち落ち着かないかもしれませんけども、考えてもしょうがないので、ちょっと頭からちょっと一旦卓球試験のこと忘れてね、次のステップ頑張って考えてみてください。はい、それではですね、2016年宅建士試験の合格基準点予想会、これで終了いたします。それではどうも皆さんお疲れ様でした。